背骨を動かします。椅子の前の方に座ります。足の裏はしっかり床につけて、肩の力を抜いてリラックス。少し上を見上げて戻ります。顔と目も一緒に天井の方を少し見上げて戻る。何度か繰り返します。自然に柔らかく。ストレッチではないので、力を抜いた状態でいけるところまで行って、で、抜けた状態で戻ってきます。上を見ると少し背中が反ります。息を吐きながら見上げてみましょう。そしてゆっくり戻る。はい、では次は、今と同じように上を見上げて、目は下を見ます。上を見て、目は下、そして戻ります。ゆっくり、小さく試してみます。背中が軽く反りますか？顔と目が反対の方向に行くと、動きが少し制限されるのを感じます。目、顎の力を抜いて呼吸を続けます。はい、では顔と目も一緒に上を向いてみましょう。最初よりも少し背中が反らせやすくなっています。力を抜いた状態で動けるようになっています。では次は、下を向いて戻ります。ゆっくり顔と目を下に床の方に向いて戻る。小さくていいので楽な動きで行います。下を見ると背中が少し丸くなって、そして戻ります。息を吐きながらやってみましょう。首、胸、肩の力を抜いて。今度は顔は下に向いて、目は上を向いてみます。力を抜いた状態で、顔は下。そうすると目が上。そして戻る。何度かやってみます。何回かやったら、顔と目も一緒に下を向いてみましょう。そして戻ります。では次は、うむいたまま顔を下に向いて、顎を胸のところで休ませたまま背中を少し反らせてみます。そして戻ります。背中を少し反らせて戻ります。腰の筋肉は力を抜いて、首、肩、お腹も力を抜いて何回か繰り返します。背中を反らすと体重が前の方に移動していって骨盤が少し前に傾きます。息を吐きながらやってみましょう。何度か繰り返します。はい、では止まって、今度は、正面を向いてそこから上、下、ゆっくり連続して見上げたり見下ろしたりしてみます。力が抜けた状態で動けるようになりましたね。見上げると腰が少し反っていきます。そしてそこから背中が少し丸くなっていって下を向いて。そしてまた見上げます。体の動き全体に意識を向けてみましょう。上を見ると左右の肩甲骨がお互いに近づいて、骨盤は前の方へ傾いて、お尻の前の方に体重が乗っています。ゆっくり動いていきますよ。そしてそこから背中を少し丸くして、下を向いていくと肩甲骨がお互いに離れていきます。骨盤は後ろの方へ傾いて、
お尻の後ろの方に体重が乗ります。胸は下がって薄くなって背が低くなる感じ。そして戻って何回かやってみます。何度かやってもういいかなと思ったら止まって呼吸を整えます。では次は、上半身を右側に向けて、そのままそこから上下に向いていきます。背中を少し反らせて上を見上げて、背中が丸くなって下を見る。下を向いたら一呼吸、何度か繰り返します。上を見るときに左のお尻を少し持ち上げてみます。そうすると右側のお尻に体重が乗りますね。首、肩、力を抜いて腰、足もリラックスして動きは柔らかく行います。はい、では止まって正面向いて、今度は左側に向いて上下やっていきます。左向いたまま、そこから背中を少し反らして上を向いて、背中を丸くしながら下を向いて、下を向いたら一呼吸、何度か繰り返します。上を見るときに右のお尻を少し持ち上げてみます。左のお尻に体重が乗りますね。肩、首、お腹、足の力を抜いて何度か繰り返します。で、何回かやったら止まります。そして今度はその右と左の動きをつなげていきます。まず右側を向いて軽く背中を反らせて上を向いて、そこから背中が丸くなって小さくなって正面を通って左側へ行って上を見上げて、そこからまた下へ向いて、そのまま真ん中を通り過ぎて右側へ、ゆっくり滑らかなつながった動きでやってみましょう。楽で気持ちいい動きにできますか？右の上を見ると左のお尻が少し上がって右のお尻に体重が乗ります。そして正面で真ん中に戻ってで左の上を見上げていくと、今度は右のお尻が少し持ち上がって左のお尻に体重が乗っていきます。体重の移動を感じながら見上げたり見下ろしたり、左右順番にゆっくりやっていきます。肩甲骨にも意識を向けましょう。上を見ると肩甲骨が左右近づいて、下を見ると肩甲骨が離れていきます。できるだけ力を抜いて楽な動きでゆったりやっていきましょう。もういいかなと思ったら止まっていてください。はい、では最後に仕上げ、確認をしていきます。正面に向いて椅子の前の方に座って呼吸を整えて、そこから最初の動きです。上を少し見上げて、それから戻ります。最初よりも楽に見上げられますね。上を見上げる時の体の動きにも意識を向けます。首、背骨、骨盤、肋骨も一緒に動きますね。背骨全体が楽に動いています。はい、では止まって座ったまま呼吸を整えます。今骨盤の座骨の部分に体重がバランスよく乗っています。背が高くなった感じ、姿勢がスッと伸びているのを味わいましょう。背骨が自然な S 字のカーブを描いています。立ち上がります。足の裏を感じて、肩越しにゆっくり後ろを振り返ってみます。
それから少し周りを歩きます。今日のレッスンはこれでおしまいです。お疲れ様でした。